お、始まったな。お父さん、何見てるの？ああ、超進化研究所がこれまでのハヤトたちの記録を映像化してくれたんだ。へえ。いいぞ、ハヤト。お、これって俺が初めて E5 に乗ったところだね。この時は本当に驚いたな。まさかハヤトがシンカリオンに乗って巨大怪物体と戦うなんて言い出すとは。うん、お父さんを助ける力が俺にあるんだったら、お父さんの役に立ちたいって思ったんだ。ありがとうな、ハヤト。シンカリオンに変形します。はやぶさ。それにしても、初めての実戦でここまでやれるとは。無我夢中でよくわからなかったけど、シャショットの言う通りにやったら敵を倒せてたんだ。団らん、早すぎてとシンカリオン。ほほう、これは私が知らなかったお兄とお父の極秘映像と思われ。はるか、はあ、二人だけで鑑賞会とは。また私はのけものですか？そうですか。いや、はるか、そういうわけじゃ。この子ったら自分だけシンカリオンのことを内緒にされてたんで拗ねちゃってて。別に、我が家に隠し事があったことを嘆いているだけだと思われ。それを言ったら私だってお父さんとハヤトがどんな風に戦っているのか見たことないのよね。ま、鉄道好き以外に取り柄のないお兄とお父がかっこよく活躍しているとは思えないわけで。そんなことないし。ねえお父さん。ああ、ここはぜひ俺たちの勇姿をさくらちゃんとはるかにも見てもらおうか。この時は泉さんから子供がシンカリオンに乗って戦うことに反対されてたんだよね。だが三原くんの言葉に気づかされたんだ。大人が子供を守るのは当然です。でも今は大人と子供が一緒に未来を守っていかなきゃいけない時なのかもしれないって。大人と子供が力を合わせるか、いいこと言うわね双葉さん。それじゃあハヤトにはお風呂掃除とか食器洗いとか、あと洗濯物の取り込みとかしてもらわないとね。お父さん、余計なこと言わないでよ。すまんハヤト。グランクロス。シャショット、一旦駅に戻ろう。それはそうと、ここはどこでございます？え、ちょっと待ってよ、シャショットがあっち行こうって言ったから来たのに。ハヤト、ここは秋田県にシンカリオンの適合者がいるって言うから探しに行ったんだ。秋田県に。話は読めたと思われ。そう、ここで出会ったのが秋田だったんだ。ほう、秋田氏の巻き込まれた意思はこの時から発揮されていたと思われ。ありがとう。お前、こっちの人間じゃないな。雪を舐めるな。ビームライフル競技をやってる秋田がグランクロスを撃つタイミングを教えてくれて敵を倒すことができたんだ。何なんだこれは。秋田氏がうちに来たのはそういう流れがあったと思われ。秋田くんはほんとしっかりしてたな。ハヤトにも見習ってほしいくらい。ごめんなさい。これは、シ
シンカリオンもついに札幌雪まつりに。じゃなくて敵に凍らされちゃったの。見ているこっちまで凍えそうだよな。お父さん、寒い日は布団にこもってなかなか起きてくれないものね。そんな音に落ちるお母の雷が我が家の冬の風物詩と思われ。シンカリオン E6 出発進行。踏切岩による遠距離攻撃が特徴の E6 は秋田にぴったりの機体だよね。一緒に戦う仲間ができてよかったな、ハヤト。出ました。少年漫画的友情、努力、勝利と思われ。ほんと好きよね、そういうの。お父さん、いくつだっけ？男はいつまでも少年の心を持っているものなのさ。そしてもう一人の適合者、貫きが金沢からやってきた。すっげー。このリアクション、鉄道に触れた時のハヤトを思い出すよね。そう？そこはかとないキモさがそっくりと思われ。ちょっとキモいって。貫きくんは土木マニアだったんだよな。本人曰く金沢の土木王だけどね。俺は土木王、金沢の土木王、大門山貫き様だ。敵のパワーに圧倒されてピンチになった俺と秋田を貫きが E7 に乗って助けに来てくれたんだ。今は戦闘中です。集中して。これは見解の相違が見受けられると思われ。2人にはシンカリオンの運転手としての課題を克服してもらうために共同生活を始めてもらったんだ。この時は何をやるにもぶつかってばっかだったよね。でも俺たちだけでも戦えるってところお父さんに見てほしかったんだ。ほうほう、本人が柄にもなく熱血主人公キャラを演じていると思われ。やめてよ、改めて言われると恥ずかしくなるだろう。しっかりしろ、ハヤト。大丈夫だ。お前、なんでそんな無茶しやがる。俺がもっとしっかりしなきゃ。お父さんが、早すぎ指導長が安心して京都に転勤できないんだ。返事を迷ってるんだ。どうして？隼人を一人にしていいのか。今はまだ父親の俺がそばにいないと。そう考えると京都に転勤なんてな。お父さんが京都に転勤するって話聞かれちゃってたんだね。お父さんには安心して京都に行ってほしかったから。ちなみに私は転勤するその日まで聞かされていなかったわけで。悪かったよ、はるか。いえ、お気になさらず、北斗さん。いきなり他人行儀。いやしかし成長したな、ハヤト。ハヤトが二人をしっかりまとめるのを見て、父さんは何も心配することなく、超進化研究所京都支部に転勤することができたぞ。だったらよかった。もっとも、鉄道に夢中になりすぎて周りをドン引きさせてしまうところは全く成長していないと思われ。ドン引きなんてさせたっけ。はあ、自覚なしと思われ。
それじゃあ頼みますよ、早杉指導長。京都での任務、頑張ってきてください。みんなに送ってもらえるなんて、お父さんも案外職場の人に大事にされてるんだ。ちなみに私だけがお父の本当の転勤先を聞かされていなかったわけで。だから悪かったよ、はるか。いえ、お気になさらず、早杉さん。さらに他人行儀。隼人、頼んだぞ。はい。リンク、シンカリオン。E7、リンク合体します。リンク E7。 これは2体のロボが混合していると思われ。そう、リンク合体だ。グランクロ。リンク合体とはシンカリオン同士が合体して互いの長所を引き出し合うシステムだ。この時は空気が薄くなってパワーの落ちた E5 が E7 とリンク合体することで最大パワーのグランクロスを撃つことができたんだな。どういうこと？カニ！これはカニ料理専門店の動く看板と思われ。違うから、早くハサミから抜けません。甲殻類は脱皮するたびに成長して、より大きく頑丈な甲羅で身を守る。そうか、脱皮を繰り返して巨大化し甲羅を固くするカニの能力を備えているのか。甲羅は固くて攻撃が通用しないけど、本物のカニと同じで関節は弱いんじゃないかなって。本物のカニもそこが外しやすいしな。グランクロス。した後にスタッフが美味しくいただいたわけで。いただかないから。コードネーム、プログレスクリーナー、全長30メートル。こいつは攻撃してきた相手をゴミとみなして吸い込んじゃう巨大怪物体なんだ。へー、なんか親近感あるかも。だよね。え、そうなの？ゴミを散らかす音ごと掃除しようとするおか、いわゆる我が家のテンプレイベントと思われ。ちょっと、人を家庭ゴミみたいに言うのやめて。うわぁ、ネタで立てました。 E3 翼に H5 はやぶさ。シンカリオンは超進化研究所大宮支部以外にも全国の各支部に配備されているんだ。ほぉ、それで H5 は寒冷地仕様の夕張ヒートシステムを搭載することで、北海道の氷点下の寒さの中でも最大限の性能を発揮することができる。E3 はミニ新幹線地域をカバーするために開発された山形極地線専用型シンカリオン。って、はるか聞いてる？ああ、お兄の話に興味がなさすぎてついシーマに負けてしまったと思われ。お前は？これはニューフェイスの登場と思われ。 E3 運転士の忍は人知れず町を守る忍者の末裔なんだ。そして H5 運転士のミクは剣道の達人でも乗り物酔いしちゃうのが弱点だったんだよね。運転士として設定に無理があると思われ。出発前に酔い止めは飲んだな。N700A。 最後に名古屋支部に配備された接近戦が得意なシンカリオン N700A のぞみ。助けてくれてありがとう。助けたつもりなどない。運転士のリュウジは俺たちより年上の中学生。
最初は嫌われてるのかなって思ったけど、リュウジ君はまだ小学生のハヤトたちをこれ以上戦いに巻き込みたくないって考えているんじゃないかな。いわゆるツンデレ、それもツン要素マシマシなタイプと思われ、ハヤトにとってはいい目標ができたな。ええ、リュウジはすごく強いけど、いつか追い抜いて誰よりも強い運転士になるんだ。ハヤトがシンカリオンに乗って戦うって聞いた時は心配だったけど、こんなにも心強い仲間がいてくれてちょっと安心した。 N700A アドバンストモード。ドラゴンナックシンカリオン、俺たちの敵だよ。敵？シンカリオンなのに？ああ、向こうもシンカリオンを配備していたんだ。くれなきゃ俺たち全員やられてたかもしれない。ドラゴンナックル、グランクロス、ドラゴンナックル。ふむ、お父もお姉も思っていたよりは活躍していたと思われ。だろう、みんなを守る大事な仕事だと思うけど、二人ともくれぐれも無茶しないようにね。ま、怪我しない程度に頑張ってほしいわけで。大丈夫だよ、俺には頼もしい仲間がいるからね。敵はますます強くなっているが、ハヤトたちの中に鉄分がある限り、シンカリオンは決して負けないさ。そうだね、日本の平和と安全は俺が守ってみせる。なんせ俺は時間といったことは守る男だからね。出たなわけで。